日本関東地方茨城県森谷市、みそのみそのは、茨城県森谷市の地名。1丁目から5丁目まである。1999年9月25日に、おつし、高野の一部から新設された。郵便番号は3020124。森谷市南部に位置し、全域が、三井不動産と金子不動産センター、地権者による。 土地区画整理組合が共同で開発した小て住宅地ヒルズみそのである。統一感のある街並みが特徴の完成な住宅街で、地域内にはみその地区の代表的な公園である、おつし公園をはじめ、梅作公園、明神公園、おつし清水公園、おつし前坪公園がある。公園の名前は、おつし公園が、町面変更前の当地の大技、その他は、 旧洲市にあるものは、大技と、小技、旧荒野にあるものは、障子にちなむ。良好な環境と統一感のある町並みを維持するため、全域が、味噌の地区計画の対象地域となっており、一般住宅地区では高さ10メートル未満、全域で165平方メートル以上の敷地を確保することが義務付けられているほか、柿や柵に関する制限も設けられている。東は、 鳥出市の頭、西、南は高野、北は、お津市と接している。開発前は、お津市地区、高野地区のそれぞれ一部にあたり、畑や森林が、主な土地であった。しかし、地域に隣接して新大戸根橋有料道路が、開通し、地域内に、上層ふれあい道路が開通するなど、森屋の至るところで大規模住宅開発が、進行すると、お津市 高野地区にも新しい街づくりを求める動きが高まり、地区有志一同によって土地区画整理事業が決定された。分譲地の名称であるヒルズみそのよりみそのとした。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上総線森屋駅を結ぶ路線バスが、 地域内を走っている。また、森谷市、コミュニティバス、モコバスの、向山、お辻、お市集落センター入り口停留所が当地域に近接している。路線バス地域内には、味噌の2丁目、味噌の中央、味噌の3丁目、味噌の4丁目の4つの停留所がある。また、現在は廃止されたが、かつては、以下のバス停留所が存在した。 私立小学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。平成16年より地域の一部が高野小学校と合州小学校の選択区域となったが、これはもともと高野小学校の学区であった場所を合州小学校の学区へ変更する際に反対があり、選択学区へと変更した経緯がある。ありがとうございます。